おゆちゃん、そういえば私たちって何で出会いましたっけ？そういえば去年の去年の2月3月ぐらいだったかな。かなかなかな、ねえ、ねえ、ライブを見に行った時に初めて会ったね。そうそうそうなのよ。何ですかこのオープニングは。はい、ゆるっと始まりましたね。はい、ゆるっとゆるっとした感じで始まりましたが、うん、そんなこんなで早速、うん、私たちにお便りが来ております、うん、名乗ろ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 、多分みんな知ってると思うけど。そうですね。はい、あ、新藤あまねです。イエーイ、イエーイ。はい、はい、西尾優香です。イエーイ。はい、ということでね、うん、まあ、詳しいことはまた後でということで、はい、早速ですがお便りをいつ読んでいきたいと思います。はい、お名前軍曹さん、ありがとうございます。ありがとうございます。あまねちゃん、おゆちゃん、こんにちは。こんにちは。はい、お二人はバンドリアリバースなどで共演されていますが、うん、初めてお会いした時のお互いの印象はどのような感じでしたか？うん、お、早速早速、はいはい。まあでもね、うん、この出会いを話すには、うん、やっぱりこれは大切ですね、お互いの印象。う、ね、うん、まあ、そのさっき言ってた2月3月ぐらいの時にあったんですけど、うんうん、やっぱりあまねちゃん、新藤あまねという人物が響きに所属しているのは知っていたんだけど、うんうん、あの年齢まではちょっと知らなくて、知らなかった。年下だっていうのは、まあ、もう写真見てすぐに分かってたけど、うんうん、実際やったら、あれ、あ、結構上なんだな、大学1年か高3ぐらいかなって思ってたら ね、うんうん、ね、その時中学2年ですでした。マジと思って。そうです、めっちゃびっくりしたわ。はい、うん、私はね、うん、おゆちゃん見た時、うん、なんかもうその最初合同オーディションで受かった子って知らなかったから、来た時に待ち合わせで、うん、あの会った時に、うんうんうん、女の子が来た。性別は分かるからね。おいくつぐらいなんだろうって思って、うん、そう、そしたらね、結構離れてて、そう、そう、びっくりして、そう、知らない人もいるかもしれないから言うと、あの10個違います。そっか、そうだ、ほとんど絵と一周ぐらい違くて、うんうん、そう、私しかもね、結局、あ、結局じゃないや、いつも、うんうん、年10個違うって言うんだけど、学年で考えたらね、うんうん、11違うんです実は。そっか、そうなの、そうだそうだ、ね、びっくりよ、ね、びっくり、うん、ね、でもなんかすごい、あの年よりも全然若い見た目だったから、うん、いくつだろうって思って、私と年近いかなとか思ったんだけど、うんうん、10上だった。10個上です。まあね、そんなこんなで私たち制服着ています。はい、はい、着てますよ、着ていますよ。これちょっとあのツッコミどころが多いんですけど、うん、西尾さん、はい、首どうしました？あ、これなんかちょっと付け方よく分からなかったんでね。いや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 、分かりますよね。いや、とりあえずなんか、はい、後ろにパッチンがあったから、うんうん、こうやってパチッってやって、はい、スンみたいな。、ね、でもなんかね、ちょっと流行りの最先端というかね、着崩しとかね、そうそうそう、そんな感じでいいかなみたいな、ね、ネイルもつけて指輪もつけ、はい、そう、ここの指だけちょっとないんですけど。そして髪もね、そう、色が入ってて、そう、ライブがあってね、うんうん、そう、それに合わせて色を入れた名残です。そして巻き髪もして、はい、はい、負けてるかなこれ。負けないんだよね。そして私はですね、うん、まあ同じ制服なんですけど、ちゃんと、そう、ちゃんと正解のパターンですね。はい、そしてちゃんとここでね、お下げ、お下げっていうのかな、うん、結んでて、はいはい、二つ結びね、私は優等生を、うん、ちょっと、あ、いいじゃない。でも普段の学校での私この髪型なんで、あ、そうなんだ、はい、ちょっと普段の第1回目は出していこうかなと思いました。リアルに近い。じゃあ2回目以降はちょっといろいろ変わるかもしれない、いろいろ変わるかなって。おお、いいですね、はい、楽しみ。はい、そんなこんなで、あ、あ、そうだ、そうですね、衣装見せましょう。はい、どどーん、じゃーん、じゃーん、はーい、じゅん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 、わー、はー、わー、はー、わー、わー、はー。そしてでででででで、水めっちゃある。ででででででわー、はー。わー、はー、ね、これちょっと
とね見えにくいんだけど、ここにちょっとパネルもありまして、ありますよ、ソーシャルソーシャル、うん、はい、ビヨーンということで、うん、それではここで行っちゃいましょう、はい、新藤あまねのあまね部スタートこんな絵面で始まっちゃダメでしょうって新藤あまねです違います違います